さん、こんにちは。あかねちゃんと、あおいちゃんのゲーム実況のお時間です。牧場物語、オリーブタウンと希望の大地のプレイ動画66です。とうとうやってきました、木こりの山です。もっと早くに来てくれてたらよかったのにな。今からプレイする人は、鉱石も大切ですが、木々や草の刈り取りはこまめにすることをおすすめします。いくらでも気を切っていいって自然破壊推奨発言。これは気持ちがいい。大量の木を切り倒すのは久しぶりですね。足で向こう側へ行けるようです。こっちにもたくさんの木々が。この辺りは硬いですね。ホリハルコンの斧にしたらもう少し楽になるかもな。高級食材の松茸をゲットです。松茸もキノコ類やけど、栽培できるんかな？もし栽培できたら、結構いい金策かもしれませんね。かなり硬いです。この辺りは幻の原木かもしれません。さすがにこれを繰り返すのは大変だ。松茸について調べました。栽培できるようです。しかも販売価格は1個855です。かなり良い金額やん。ぜひ栽培せなあかんな。また後ほどキノコ種メーカーを作ったらやりましょうか。よし、全部切り倒せました。どこくらい手に入った？見てみましょうか。幻の原木38本です。普通のメーカーの場合、原木3本で、木材1本やから12本分か。かなり大きいな。こちらも、数日でまた生えてくると思うので、かなりいい感じですね。次は何してんの？仕掛け網のおかげで随分と魚が入手できましたが、そろそろ持ちきれないので、専用のアイテムボックスを作っています。モルタルで作るんか。白くて可愛いでしょ、このアイテムボックス。アイテムボックスは、木、鉄、モルタル、石などから作ることができます。それぞれ、設置個数の最大値があるので、今回は、魚専用、をモルタルで作りました。これを海沿いに配置します。この辺りかな。めっちゃ散らばったな。フォートナイトのキルゴのアイテムみたい。フォートナイトは撮るときの音、こんな可愛くないけどな。エビからカニからいっぱい釣れたな。これらレア度と魚の種類で場所を一つ取るので邪魔になります。レア度が低いのは取ったと出荷した方がいいですね。
その前に博物館に寄贈できるものがないかはチェックする必要ありますが。アイテムボックス2個で十分ちゃうの？今後のために全部並べておきます。逆にこんなに置いたらどこに何を入れたかわからんようになりそうやけどな。特にまだ整理整頓するつもりはないので、収まったらそれで問題なしです。なんとも不格好の配置やな。拾ったら最初のアイテムボックスから入れられるかチェックしていきます。ああ、同じ魚、同じレア度やったら入れられるからか。なさそうやな。今のところ思い当たらないですね。住人の好物に魚があれば助かるのですが、それ完全に不要物の処分やん。作物は種と畑を良くすれば確実に品質重が出来上がりますが、魚については確実性がないので、最高品質を揃えるのは難しそうですね。一種のやり込み要素ですね。これで終わりか。いえ、まだ入りきらなかったのが、向こうのアイテムボックスにあるはずです。ほんまや。ここにもおるな。確かにそろそろ整理せなあかんかったのがわかるわ。そうでしょ。これでひとまず全部かな。
のアイテムボックスまで手がつけられた。これで綺麗になったので一安心です。アイテムボックス10個もまんざらお気にでもないのかもな。今後もっと増えそうですものね。あとはいつものルーティーンなので加速して寝ます。また魚増えとるがな。ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価頼むで。見てくれて大きにやで。